皆さんこんにちは、テトと申します。よろしくお願いします。今回からマインクラフトの動画を、ここにいる5人のメンバーで撮っていきたいと思います。そして左から順番にのすさん、りょうちゃん、あめし、あと後ろでうろうろしているのがむりょさんです。じゃあこれからよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、村を探しに行きましょう。イエーイ。はい。はい。イエーイ。ほら、みんな、門ガムシだな、これ。ちょっと待って。みんな集まって。行くよ。行くよ。よし、行こう。死ぬ！この野郎、何するの？死ぬって。エンジン組む？エンジン組むかと思ったら。一部だけ砂漠みたいな。あ、これ砂漠。あ、これ砂漠。ダングルだ。ふさぎあった。あった。待って、じゃあ。バラバラ。どっち行けばいいの？俺どっち？おっと、ブラダ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 。おおお、え、これのさ、あの前あったやつじゃないですよね。え、あれじゃないでしょ。違いますよね。違う、言ってないもん。あ、そっか、あのワールド違うわ。あ、じゃあ村を発見したそうなんで、ジャングルそっちのけで、じゃあ行きます。え、まさかの。アメシ、多分あっちです。ないわ。だいぶいい感じの。川でエメラルドゲットするんで、エメラルド1個獲得。この白い人からエメラルドいっぱいもらえるよ。あの川細工師に、川10個預けたらエメラルドもらいました。はい、ありがとうございます。でも師匠さんと牧師さんと、あとなんだ、あとなんだ、白い人はあれだよ、あのサトウキビで紙作ってそれあげればエメラルドいっぱいになるよね。師匠さんと牧師さん、あと麦で交換してくれる人もいるんで。すげえ、射撃ダメージ4とかくれんのこの人。どうしたの？何それ、星。どうしたおじさん、ちょっとどこ あ、無理やさん。撮影班これ？え、無理やさん、そこ破壊して入ってくる。だからあんたは破壊するなっつの。自由すぎる。するなって、こういうの、え、待って。あ、さ、はい、囲ったのね。なるほど。びっくりした。ここから見たら村人が。チェイス。悪なっ。よっしゃ、もらった。本もらった。オッケー。じゃあ、あとエメラルド23個。いや、まあ、おお、すごい。なんかこの家埋もれてんだけど。ちょっと待って。え、これ誰かやった？いや、やってないよ。もともとこれどうやって入んのこれ。え、誰かサトウキビ持ってません？これどうやって入んのこれ。持ってない。あ、そっちにもいるじゃんだ。え、ないよね。え、掘ればいいじゃん。いや、掘ればいいんだけどさ。掘り口だね。あの、砂地の村って、あの、砂とか落ちるんで結構あれなんですよね。砂とか落ちちゃって入り口ないじゃん、みたいなことがある。父さん、どうやって入ってたの？父さん。父さん！あと、父さん入ってた。え、火炎耐性3がおる。やばい。ダメージ軽減4がおる。ちょ、こいつらかっこいい。幸運さんってなんか意味がある。幸運さんはダイヤモンドとか増える。幸運はいいね。あのね、そう、ダイヤとか。どっかに幸運がいた。ダイヤとか取った時に、あの、ドロップが増えるのよ。普通1個しか出ないんだけど、それが2個、3個出るっていう。邪魔。え、村人ってこうやったら出ないの？あ、2段重ね。え、ちょっとかわいそうだよ。ちょっとゾンビの襲撃から守れるんじゃないのこれ。かわいそうなんだけど。ここから見たらすげえかわいそうなんだけど。頭だけちょこっと冷えて。あ、無限。こいつ無限。無限だ。おー、すごい。無限って何？弓でも矢が消費しない。矢か。あ、永遠に撃てる。え、ここ解き放て。ここ無料さんの村だね。そうっすね、ここ俺の村っすね。あー、行っちゃった。あ、もう夜になっちゃった。村人解放してあげよう。ちょっとかわいそう。いや、やだ。やだじゃねえよ。やだ。ごめん。ねえ、今わざとでしょ。違う。村人撮ってたの。わかるでしょ。あ、陣だ。え、嘘、マジ。さっきの陣道で十分あれだよ。嘘ぴょん。待て、俺全然ごめん、すげえ飛んだ。ピラミッド。皆さんちょっと、あの、じゃがいもとか先に取っていきません？じゃがいもっと、
じゃがいも美味しくないもん。待って、美味しくないじゃない。じゃがいも美味しいよ。焼いたら美味しいから。人参美味しいから。人参あった？人参取ったよ。取った。取った。じゃあオッケーで、人参とじゃがいも取ったんで。じゃあ阿部さんこっちっす。あ、どこだ？阿部さん。うん、タイマツ立ててる。あ、ありがとう。どうどうありがとうありがとう。さすが。すごい。タイマツ。あ、俺タイマツ持ってくるの忘れた。あ、あったあった。タイマツが3本しかない。村多少明るくしとくか。初めての村の。初めての村。言うと思った。いや、そっちは言っちゃいけないかなと思って。かまわんけど。全然誰か被るだろうなと思ってた。中は言わない。君と。いや、それは違うと思う。それは村じゃない。怖い。ちょっと。ボーンって。ジーンはどこですか、ジーンは。え、嘘。ないよ。嘘です。え、ないの？なんだよ。そうその気にさせておいて。あ、ゾンビだ。目標達成しましたが、どうしましょう。達成しちゃいましたよ、村を探せ。いや、あのね、もっと発展した村を見つけたいね。もっと発展した村、これちっちゃいの？え、そこちっちゃい。これ小さい。小さいな。最初の頃のあれだよ、家一軒村は違うけどね。あれ絶対間違ったよね、建てるとこ。絶対間違ってるもん。え、誰かさ、アカシアの苗木を誰か取った人。そうそう、苗木取ってないんだ、誰も。あ、取った。ありますよ。取った、何個取った？一つ。4つぐらい取りたいな。ジャングル行くんで、じゃあジャングル、この後、じゃあジャングル行くんで、ちょっと待って、ここの座標記録しとこう。はい。え、わからんすぐ。誰か記録が、あ、まあわかると思うよ、でも。あ、あの、あ、いいか。アカシアの方走ってくればっていうことで。さん2体これ畑を空にしとくと村人たちが勝手に植えるんですよ。あ、なんかそのあったね。そうそう、村人が勝手にパンを落としてる。小麦も全部回収してあげましょう。なんだっけね、パンとかさ、確か村人落としてる。渡せば村人たあ取るんだよ、確かに。忘れちゃった。なんかね、なんか投げると取るらしい。鉄のヘルメット、こいついらねえな。なんだっけな、小麦かな。何と思ったら雲だった。なんか空にでっかいのあるなと思ったら雲だった。とりあえず一夜はここで迎えましょう。朝を迎えてからジャングルに行きますんで。りょうちゃん、はい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 、どっちだ、のっさんどこだ。いや、一夜をなんかここで泊まるらしいから、せっかくならさ、やばいやばい、同じ部屋にしようって言って、ここいうことですか。ごめん。痛い。違う、間違えた、その人じゃないよ、撃つ人。ごめんなさい。招待されてるよ。あ、招待されてる。どうする。ジャンプしてシフトで。ジャンプしてシフトでしながら。あ、出てきた。え、痛い。お、ナイス。ひどい。ゲーゲーしてきた。だいぶアイテムある。違う、今のはりょうちゃんを撃ったから。ゲーゲーしたい。あ、そういうことね。そう。やっぱダメじゃん、そういうのって。ジャングル行きますよ、皆さん。はーい。ちょい、はーい。来た方向に帰ります。ちょっと待って、じゃがいも焼きたい。肉じゃが、違う。じゃがバター。バターじゃねえ。あれ、俺さっきじゃがいも取らなかったっけ？あれ、どこ行った？あ、じゃがいもチェストの中に入れてたよ。あ、チェストの中。あれ、なんで俺じゃがいも持ってんねんだ？おかしいな。なんで俺防具盾とか持ってんでしょ。全然関係ない、いらない。ちょっと待って、家どこ、どこえ、どこ、なんか祀られてる。え、ちょ、ねえ、村人がすごい眺めてる。金10個でエメラルド。ごめんね、お父さん、家勝手に借りちゃって。許して、お父さん。許さない。いや、この村大きくしてもいいけど、こんな感じだね。うん、もうちょっと、立地がいい村にしたいかな。草原の方が理想かな、でも。草原の方がいいかな。あ、アカシアの苗木9個拾ってきて。ありがとうございます。助かる。でーす。はい。9個あれば大丈夫でしょ、多分。もう。とりあえずは。ポテトうめえ。皆さんの準備ができ次第、いきますよ。
はい、OK です。ベッド5つ持ちました。なんでそんな持ってんの？こんなに数字殺してきたんかい。どうでしたっけ、アミシ。北道を帰る。北道を帰りましょう。はい。ちょっと待って、ジャングル、花で探すわ。ちょっと待って。お、花で探して。待って、かぼちゃ取りに行っていい？どこあったの？なんかゾンビの音。まず1個行っていい？みんなどこ？みんなね、今ね、もう帰り道に立って、ついてるよ。こっちこっち。あれ、ジャングル見つけるわ。こっちこっち。あれ、どこに行ってんの？ブルさん？ジャングルあっちや。砂漠の方。村から砂漠の方に行って。あ、ほんとだ、かぼちゃだ。アカシアの方じゃなくて。あ、1個だけ。ジャングルと真逆の方行くの？ジャングルって俺が今嗅いでやってたけど、多分あっち。ちょっといい？え、でも、あ、でも、テトさん来るまで。ムリオさん、どこちょっと。ムリオさん、一回こっち来よ。一回こっち来よ。どこ？砂漠の砂漠の。あ、みんないた。砂漠にいるよ。みんないた。砂漠にいる、どこ？村にいるよ。やでりかわいい。え？村にいるよ。で、どこ？かぼちゃ。村の、あ、かぼちゃ、上だ。あれ、上に何個もあるじゃん。え、嘘。何個もある？奥の後ろ、あれ豚？豚のケツ？あ、豚。ね、豚のケツをかぼちゃってました。豚のケツだった。で、四角かったから。じゃあ、その前から全部です。ありがとうございます。後で上に行こう。で、ムレさんを探しましょう。どこですか？ムレさん、村？村にいる。村からあ、見えた。サボテンの方にいるんだけど。こっち。こっちだよ。サボテンの方。こっち絶対わかんない。ちょっと待って、今ムリオさん見えた。あの描写チャンク上げるわ。あ、そうか、そうか、引きさ狭いじゃないだ。ね、一チャンクしかなってなかったから。でもこっち来てた。探した。待って、聴覚つくんだけど。重い。ムリオさんが埋めた木のとこはあるでしょ。どこ？ムリオさんの名前が見えた。囲ったとこ。ああ。そこに。あ、いたちょっと待って、描写下げる。あっちに名前がある。あった。いた。あれ？いた。いた。あ、こっち来る。うん、だって、ここに来てきたから。いた。あ、いた。はぁ、はぁ。はぁ。じぃ。はぁ。はぁ。で、俺の目があっちに行くんで。あっち？その方向、その方向に走っていきます。とりあえず。月に向かって。え、全然違う。なんか違う意味になるそうな。月に向かってお仕置きを。顔。え、うん。懐かしいな。それも懐かしいな。違うでしょ。月に変わってお仕置きでしょ。向かったらダメでしょ。向かったらダメでしょ。月面に向かうセーラー。あれ、のさいる？あ、いるね。いるよ。あ、ほんとジャングルだ。若干3分になって。え、ウサギ？あれか。ジャングル。ジャングルだ。あれ、ノッサンいる？いるよ。さっきからノッサンいるで。ほんとだって言うけど、あれがジャングルなんだ。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価、コメントよろしくお願いします。面白いと思った方は Twitter などで拡散していただけると嬉しいです。ではまたのご視聴お待ちしております。名前が見えない、名前が見えない、どこだろう。アイテム、これ俺も迷ってる。これって何？やばい。名前が見えない、どこだろう。全員、あ、びっくりした。上に登ればいい。ここだよ。そっか、上に登ればいい。思った、これジャングルの葉っぱ壊しながら行こう。あ、スイカあった。あった。おお、いいな。あれ、ミュート。あ、アメさんがいた。どこ入り口だよ。ね、なんでさ、無料、毎回無料さんだけいないの。